絶対しないよ。友達だってリスナーさんしか友達いないんだよ俺。話やめたらどうしようかな。どうしよう。普通になんかできる仕事するんじゃない。歌舞伎町でキャバクラのボーイでもやるわ。それかデリヘルの送迎でもやるわ。もうそれぐらいしかできないでしょ。いや嬉しいっつうかそんなことないよ。いや眉はあんま言ってないよ。そんな眉言ってる、そんなに言ってる。いや言ってないけどね。まあまああんま言い過ぎよくないからね。初見いらっしゃい。足立区東京の、そこから名古屋を目指し早8日目で、お父さんの会社特に潰れてるよ。で親父はなんか友達のところに吸収されたみたいな感じになってて、そこでなんか雇われみたいな感じでやってるけど、あ、親父がね退院したんだわ今日ね。来てた、退院した。で後からちょっと覚えといて、親父にちょっと振り込むわ金30万円。あんまり振り込みすぎてもギャンブルに使うから30万円振り込む。そしたら今月はまあ遊んで暮らせるじゃないけど、でまた来月相談してお金をね振り込む。みんなのおかげです本当。親父に振り込む金もみんなが課金してくれたお金だから。で名古屋着いたらあのね、俺いろいろ用事済ましてる間、まゆとお父さんに配信してもらおうかな、って思ってる。俺いつも名古屋帰ると親父と焼肉行ったりするじゃん。で多分失礼なこと多分言わないと思うよ。でこの前 お父さんと電話したらまゆが、あの息子さん産んで後悔してますかとかって言ってたから、ちょっと冗談が怖いけど、あの前合わせる。でその間俺ちょっと用事済ませる、免許の更新してね、そういう予定でいるから。あ、サイドありますで、俺のお父さんね怒んないからね。ハゲって言われても怒んないよ。お父さんハゲてますねって言われても笑ってると思うよ。若い頃ふさふさやったんだけどなとかって、もうね沸点がないから、沸点が。ただ俺があのひどいこと言ったりしたら怒る。あと酒癖が悪い、あの酒癖悪いっていうか同じ話ばっかするから。でも楽だよ俺も。焼肉食べても前に相手させときゃいいから。同じ話ばっかするんだよあれ。聞いてんのがもう退屈でさ。で母ちゃんにも合わせるか。母ちゃんはね正直な、まあ合わせんでもいいかな。母ちゃんはだってお金返すって言ってたのにな。
もうお金返さなくていいよって言った瞬間もう電話もかかってこねえわ。まあいいわ。母ちゃんももったいないよな。俺によくしとけばね、俺お母さんにも仕送りするのに、できる範囲でお金貸してとかそんなんばっかりじゃなくて普通にさしてたらさね、ほんと困った時俺助けるのに。あ、まゆちゃんに許してもらいました。ごめんね、ビビちゃん振り回して。でちょっともうギャンブルも眉嫌いだからギャンブルもやめる。どんどんいい男になるでしょう。もうギャンブルもやめます。はい、いや本当になんかするときはちゃんと許可もらってやります。もう麻雀もやめます。はい、これ道違うな。最近あんまギャンブルしてないけど麻雀で遊ぶぐらいだけどもうやめます。もうちゃんとしようかなと思って、正統派で行くわ。ちょっともう炎上系卒業する。もう正統派で行くわ。なんか企画考えてやるわ。でモラハラゲーもやめます。バブちゃんゲーにする。モラハラゲーはやっぱりダメだから。スコちゃんいらっしゃい。バブちゃんゲーで。あ、サイダーあります。多分眉ってる時多分バブバブしてるからね。正統派で、どうしたの？昨日応援してくれてた人、クマさんで誰も興味ない配信者って怒ってるの？怒ってるわ。マークいらっしゃい。バブちゃんダメ。アリちゃん、バブちゃんゲーはそんな不快にならないでしょ。ギャンブルはしてないけどあんまり。ギャンブルもやめるって言ったんだよ。麻雀は普通にやってるだけだよ。不快なら見るな。カスつけんだお前。ありがとうね、よかった。なんでクーちゃんの時子供だったんじゃない？今精神年齢が20歳ぐらいまで上がったと思う。ようやく。もうケイちゃんギャンブルやめるね。あ、そっちのギャンブル？ちょっと壊れたな。充電切れるな。ちょっと待てよ。4等当たって。4等。あー疲れた。休憩するか。つか腹減ったな。つかイベント3位になってる。20万差離れ。あ、俺一回行ったんだよ。
風俗、うん、風俗行ったのはもう前には話した、あのデリヘルみたいな、なんか普通にあのコキコキしてもらった、うん、それは一回行ったけどもう行かない、うん、離婚してから行ったよ、うん、でもう行きたいとも思わないかな、うん、それは浮気でしょ、付き合ってる時に行ったら。いや、良くなかったとかすごい気持ちよかったよ、うん、やっぱりね、プロはやっぱりすごかったね、うん、あのやっぱ持久力すごいよね、あの普通疲れるじゃん素人はね、コキコキしてるのでもやっぱプロはずっとやれるからね、うん、ありがとうございます。あの新大久保の名前忘れたけど古い民家のねとこ登っていくところ、でそっからなんか紙書いて、でなんか前事件があったらしいんだよ、あの錦糸町で、だからリュックの中全部調べられてね、で盗撮しないようにとかね言われて注意されてね、そっから安いなんか休憩するところ行って、で先に待ってたら女の子来るんだよ、うん、で女の子来て、俺あの久しぶりだなと思ってボケーってしてたらずっと喋ってんだよ、でこれってあの5分じゃ10分ぐらい喋ってたんだよずっとね、喋っててさ、あの大丈夫なんかなと思って、あのもう始まってますって言ったんだよ、そしたらあの一応入ってからなんでって、この女俺が何も言わなかったらずっと喋ってるつもりだなと思って、まあ、頭きて、それであのシャワーあの浴びてくるって言ったら、じゃあ行きますねとか言って、うん、幸せなの、あ、ありがとうね、幸せだよ、うん、つか壊れたかなこれ充電器、充電なくなったな、浮気じゃないと思う？でも行かないよ、うん、俺はあのもう15年ぶりぐらい行ったんだよ、あんま好きじゃなくてさ、でも15年ぶりに行ったら結構良かった、15年ぶりに行ったらやっぱ良かった、いいなと思っちゃって、10年後、そうだよ、で俺ね彼女いない時がないんだよ、あなんだかんだね、あの別れたらすぐ作るじゃん、俺別れたらすぐできちゃうんだよ不思議と、だから行く必要なくて行かないんだよ、運が良くてさ、別れてもねなんかすぐ巡り会えるんだよ、うん、いやモテるっつうか運がいいんじゃない、運がいいんだよ全く、タイミングとかね、うん、しかも運がいいじゃなくてあのやっぱ何人かで迷ってるからどの子にしようかなって、今回も5分の1ぐらいだね、うん、ちょっとあの悩んだ挙句
5分の1ぐらいでちょっとまゆちゃんにした。うん、あー20倍です。20倍。あんまちょっと他の候補は名前出さない方がいいでしょ。うん、いや正直ね、いやユキンもいたんだよその中に。で彼氏から奪ってやろうかなって。うん、それも考えた一瞬。うん、正直いました。うん、問題発言、いつもそうなんだよ。何人かいて一応ねもう悩みながら選ぶんだよ。いや俺は運がいつか恵まれてるんだよ。うん、恵まれててさ、ハルニャンは候補だったの。ハルニャン候補じゃないよ、だってハルニャンだって既婚者じゃん。うん、あとアーヤンとかね。うん、あとアーヤンとか、ここ腹減ったな。寿司屋かこれ。つか今ってさお酒飲めないの？やってんのか営業中。腹減ったな。もう祝杯をあげないと。営業してますか？ビール飲めます？あのこれ生配信してて、はい、自分だけ映して食べていいですかね？他のお客さん映さないんで。生配信はちょっと困るな。あ、困ります、うん、あの携帯のライブ配信なんですけど、うん、あちょっとお前少しいいと思う。あ、すいません、あの自分だけ映すんですけど。あ、自分だけ映す。食べてるとこだけ。はい、あ自分のとこだけね。はい、他は、ま、は映さないんで。あ、全然自分のとこだけだったら。はい、大丈夫ですか。はい、すいません、生ビールください。はい。飲もうもう、うん、リリーさんも候補だったね、うん、一応実はね。あ、すいません、もうちょっとあれだな。はい、ありがとうございます。 あ、大丈夫ですよ。はい、リリーさんって俺前半なんかとか言ってるけど結構 LINE ではニャンニャンしてくるね。これリリーさん言っちゃダメだよ。だからマユの時多分電話で怒ったんじゃないかなって俺はそう思ってる。うん、であの最近収録あったじゃん。俺あの Zoom でやるんだけど、で一緒に行こうって誘われて、俺あの Zoom でやるって言ったら、じゃあ私も行かないって言ってた。 KP、 あのふわっち学園のふわっち学園のやつ、ちょっと待って、リリーさんどこがいい？やっぱり美魔女。うん、なんかおすすめを、これお寿司でいいかしら。あ、お寿司で。じゃあ、あと、はい、一人前で。上でいいかしら。あ、上で。上で一人前でいいかしら。あと、僕ウニが好きです。はい、わかりました。あと白子があったら。まあ、ないです。白子ないですか。申し訳ないです。はい、はい、お願いします。今日ちょっとウニ入ってたのに申し訳ないです。あ、じゃあウニ
別にください。別に、あの、2つぐらい入れてください。これは、なんだこれ。これもそうですよ。で、ウニを1回入れます。あ、お願いします。ごめんなさい。はい。いい、ウニくだ、お通し、お通しさし。このお刺身は、サンマですか？これ、ごめんなさい。イワシです。あ、イワシ。はい。あ、イワシっぽいんだよ。